ドイツなどの洪水で犠牲者は190人を超えました。ドイツのメルケル首相は18日、洪水の被害が最も大きかった西部の村を訪問し、衝撃を受けていると語った上で、気候変動対策を急ぐ考えを示しました。今回の洪水では、これまでにドイツとベルギーで合わせて190人以上が犠牲になり、 依然として多くの人が行方不明となっています。